皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。男性ユニット、ファンタスティックスが11日、三重県伊勢市内の三重県営ンアリーナで、デビューから6年で初となるアリーナツアーの初日を迎えた。会場近くの伊勢神宮からもらったパワーを追い風に、全24曲を披露した。 スモークの中から宇宙服をイメージした衣装のメンバーたちが登場しライブがスタートした今回のツアーのテーマは惑星間旅行会場を宇宙船に見立てファンとメンバーが一体となった終盤には人気曲「集中トレーン」を披露メンバーたちはアリーナから2階席まで埋まった客席を見回し コールレスポンスを堪能した。本来は2020年にアリーナツアーを開催する予定だったが、新型コロナの影響で全公演が中止になった。その後、年越しのリベンジが叶った形で、メンバーの中島聡太24は、悔しかった思いもあるので、みんなが気合十分と鼻息荒い。八木雄 26は、僕たちを知らない方も以前と比べ物にならないくらい増える。そんな方々にも幸せな時間を届けられたら、と意気込んだ。記念すべきツアーの初日が日本を代表するパワースポットの伊勢市内とあり、メンバーそれぞれがエネルギーを充電した。佐藤大樹29は、メンバーの 沢本夏樹が真っ先に伊勢神宮に行って、その、木、が僕らにも届いています、と笑顔。八木も、伊勢のホテルとあって、サウナのパワーがやばかった。整い、具合がいつもと違った、と語った。ツアーは4月21日の東京、有明アリーナまで7都市13公演を予定。勢いそのままに、 その後はさらなる高みを目指していく。中島は、夢波動ムツアー、大きいところで、体制に見てもらえるようなエンターテインメントを作りたい、と力を込めた。どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。